るさいね。寝るしか年寄りは楽しみがないのかね。ムッとするね、本当に。ムッとするね、あのカフェバーっていうのはね。おい、聞いておくれよ、浜子。何なんだろうね、あのカフェバーっていうのは一体。カフェなのか、バーなのか、はっきりしてもらいたいね。だいたいね、あたさね、酒飲んでる隣でね、コーヒーを飲まれるのが一番嫌いなんだよ。なあ、浜子、お前もそうだろ。カツオシコアン食ってる。隣でキャットフード食われてごらんよ。嫌なもんだ。おい、つまんねえこと言ってねえで、もう寝よう。ああ、もう寝ますよね、浜子、寝よう。でもね、私も一言言いたいよ。やっぱりカピバっていうのはあれ間違ってると思うね。飲むとこでね、騒いじゃいけないなんて何を考えてるんだよ。流行だかなんだか知らないけれども、黒い服着たね、人たちがね、つった高い椅子に座ってね、人話をしてまあ。ねえ、ねえねえ、おじいさん、あんたのね、言うことはもうよく分かったからさ、もう早く寝ましょう、警察も上がっちゃうよ。はいはいはい、寝まして、寝ればいいんでしょ、寝れば。でも毎回思うけどね、この番組っていうのはぼやくか寝てるかどっちかですからね。まあまあいいじゃないですか。始まったと思ったらすぐ終わっちゃう番組なんですから。そうですね。ダキンどもよ。やっぱ俺も一言カフェバーには言いてよ。カフェバーカフェバーって嫌がってよ。俺可愛いババアがいんのかと思ったらおめえ、ワキのばっかりでよ。冗談じゃねえよおめえ。なんであそこカフェバーってのがよ、焼酎とか焼き鳥にいんだ。俺はね、そこんとこ踏んまえてもらわねえと、カフェバーはよ、飲み屋とは認めねえよ。はいはいはい、もう寝ますよ。わけのわかんねえよ。トロピカルドリンクだか、マイタイだか、おめえ、テイソータイだか知らねえの飲んでてよ。